キンプリ・長瀬セハスと高橋山、同発のアルバム、ピース、がオリコン1位に輝く。平野志耀と神宮寺勇太、滝沢秀明氏のとべに遺跡の舞台裏も明らかに。皆さん、こんにちは。音楽界の注目は、今日、若き才能が集結したプロジェクトに注がれています。 長瀬はすと高橋山による金プリの新たな展開に加えて、平野紫耀と神宮寺勇太の未来への一歩について、今回は深く掘り下げてご紹介いたします。新たな扉が開かれたその瞬間を共に見つめてみましょう。金プリ、新たな舞台へ、両発のアルバム、ピース、がオリコン1位に、 日本の音楽シーンにおいて、長瀬ハスと高橋山によるドオ、キンプリの存在感は、ますます大きくなっています。彼らは16日、初めてのドゥオアルバム、ピース、をリリースし、その初日の売り上げがオリコンのデイリーアルバムランキングで堂々の1位に輝きました。その数字、なんと26万枚。これは、単なるアルバムの売り上げだけではなく、 彼らのファンへの愛と支持の証であり、キンプリがいかに多くの人々の心に響いているかを物語っています。ピースは従来の楽曲に加えて長瀬さんと高橋さんの個性が融合した新たなソロ曲も初めて収録されています。また、特筆すべきは長瀬さんが今日作で作詞に初挑戦したこと。これによって、 彼らの音楽は一段と深みを増し、聴く人々の心を掴んで離さないものになっています。初心を忘れずに、新たな一歩を踏み出す姿勢が、彼らの成長の証でもあります。平野潮と神宮寺雄太、新たな舞台への飛躍。一方で、金プリの躍進とは別に、平野潮と神宮寺雄太にも大きな転機が訪れました。 滝沢秀明氏のプロジェクト、飛べ、への遺跡が明らかになり、彼らの未来への新たな一歩がステージに上がりました。滝沢氏の手によって育まれる、飛べ、は、歌と演技、その才能を最大限に引き出す場として知られています。平野さんと神宮寺さんが新たな環境でどのように成長し、どのような表現を見せてくれるのか。 これは彼らのファンにとっても音楽愛好家にとっても大いなる興味の対象です。彼らの地なる一歩が新たな音楽の旅路を切り開くことでしょう。結論、音楽の世界において常に新たな風が吹き抜けています。金プリの長瀬ハスと高橋山が見せるドゥオアルバム、ピースの成功、平野紫耀と神宮寺雄太の飛べへの挑戦。 これらの出来事は彼らの才能、情熱、努力を象徴するものです。私たちは彼らのこれからの活動に注目し、彼らの音楽が私たちの心に響き続けることを期待しています。読者への挨拶、今回の記事をお読みいただき、誠にありがとうございました。音楽の魔法は時に私たちを励まし、感動させてくれるものです。長瀬ハと高橋山。 平野のしと神宮自由多の未来に心からの幸運を送りたいと思います。音楽の旅路が彼らにとって輝かしいものであることを願っています。